おい、それさっき、ごめんなさい。私は今まで肉欲と男女交際をイコールでつなげて糾弾してきたわ。そんな私が男女交際に目覚めてしまえば、これまたイコールで肉欲に溺れていると周囲に見られるんじゃないかと思って。でももういい、どう見られたっていい。私はもう自分の気持ちに嘘なんてつきたくない。私はあなたが好きです。どうしたらいいんだろう。俺やばい、売れすぎてどうにかなる。もう始まってる、始まっちゃってる。マジで？嘘、伝説の成功者いるの？カッサ、まだよく分かってないんだ。カッサに対しての気持ち、姉みたいな、妹みたいな、親友みたいな。でも思い出したんだ、いつも俺を守ってくれてたカッサが女の子なんだって分かった時のこと。その時カッサのこと、今度は俺が守りたいって思ったこと、これだけは間違いないんだ。カッサは姉みたいだ、妹みたいだ、親友みたいだ。でもどんなカッサも俺は恋人つなぎ好きだ。